なってます。皆さんお世話になってます。お世話になってます。ちょっとみんなでね、海に行こうかなとは思ってるんですが、はい、あおちゃん、はい、おはようございます。なべちゃんあれでもみんななんか釣りするような服じゃないよね。そうです、カジュアルです。釣りできなさそうですえ、釣りできない、あ、釣りできねえわ、新宿だわ今日あ、何しに行くんですかこれは。今日みんな何しに行くか聞いてる。いや僕も知らずに運転してるんですけど知ってるでしょ知らずに運転してる感じ。もうどこに行くかも知らずに運転してる。あ、思いますか。実はね、ギガベーブに出ることになりました。おめでとうございます。あれ、あんまり嬉しくない。いや、めっちゃ緊張してますもん。あんまり嬉しくないですか。いや、嬉しいんですけど、はい、めちゃくちゃ恐怖が怯えてますね今から釣りビジョンさんへね行って、で、ギアウェーブの1本目、2本目を取って、で、釣り行った気分になって慣れないし、ちょっとでも今日ね、その、いい経験じゃないですか。今までそういうのやったことないでしょ。全くないですね。そのスタジオって言われるところでね、でけえカメラが2つあるんかな。でその中でね、3、2、1っていう、もういいね3、2、1っていうね、ウィンクマさんだけです本当に楽しそうだな。そうそう、あのその3、2、1、3、2、1、はい、頭真っ白になるよっていう合図なんでぜひとも今日一日頑張ってじゃないです、楽しんでください。いやでも収録を、そんな生駒さん顔めちゃめちゃ悪い顔してますよ、楽しんでと言いながら。いや、いつも言うやんか、あの釣りは頑張るんじゃないよって、楽しむんだよと、それと同じです。頑張るんじゃないですよ、楽しんだら、楽しんだもんだ勝ちですよ。噛んじゃったけど楽しんだもの勝ちですなので今日の収録ね、まあ、半日ですけど楽しみましょうねさあやってまいりましたよ、釣りビジョンさんに潜入してますよ今バカ緊張してるじゃん。やばいっす、空間に入った瞬間に若干フリーズしましたえ、もう完璧やもんね、もうね、見なくてもね。いや、もう肌身離さずですからおそらく全部ぶっ飛ぶと思いますね釣りビジョンちっちゃい頃から見てきましたけど、ここで撮られてるんだって思うとちょっと今ドキドキしてます。確かにね、その子供の頃見たやつっていうのは ね、そうですね、やっぱり大人になって本当に自分が経験するっていうのがなかなかない部分ではあるんで、そういう面でもちょっとダブルでドキドキしてます。一応今後のスケジュールとして、まあ、1時ぐらいからまあ、打ち合わせみたいな感じで、ね、まだまだまだお時間余裕はありますよ。さっきスタッフの方にちょっとお食事とか誘われたんですけども、それどころじゃないですそんな暇があったらもう1回でも多く見たいぐらいですもう本当にいいですか。おはようございます。します。背景ですね。ラストさんの釣りジャック出ても大丈夫ですか。あ、釣り、あ、全然大丈夫です。全然大丈夫ですよ。岡田さんです。はじめまして、岡田まりなです。よろしくお願いします。すげえ緊張してるやんか、二人。こんな急にYouTube 始まるんですね。今日はあの、はい、YouTube、ギアウェーブさんの裏側的なものをちょっと撮らせていただきました。あ、ぜひぜひ。よろしくお願いします。あの私がいつも噛んで、あの1回 NG が出て何回かテイク取り直してるっていうバレてしまうかもしれない。岡森さんが噛んでるんですか。はい、私があのそうですね、ギアウェーブ始まりましたっていうところを噛むんですねはい、あの最初を噛むんですよ。出花じゃないですか、はい、なので、ね、そこを取っていただければそうやってもらうと、はい、うちのこの若い子たちもすごい安心すると思うんです。あ、確かに、あの私が噛むとね、皆さん一回安心するっていうお声いただいてるんで、噛み続けてやってますね、
お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャクソンの北木戸と申します。よろしくお願いします。あれを試します。あれ頑張りなと申します。はい、上がりたいと思います。よろしくお願いします。はい、頂戴いたします。よろしくお願いいたします。何ですか、これ。すげえ目がハートになってるけど。本当ですか。ハートになってますか。なってるね。嬉しいです。いや、もう綺麗な方で。とんでもないです。名前さん、はい、うちの北木戸は、はい、めちゃめちゃ面食いで、あ、そうなんですか。なかなかね、その目がハートにならないんですよ。これマジで緊張してるやつやんけ。そうなんです。あ、面食いなんですね。面食いですね。おいくつですか。僕23ですね。年はちょっと年が上すぎてびっくりしちゃった。全然ありですよかった。のなでひなりとわと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、岡田まりなと申します。よろしくお願いします。お願いします。わ、かっこいい。お願いします。名刺が全然見せてください。めちゃめちゃかっこいい。岡田さん、はい、ちなみに、はい、この二人が彼女募集してるんで。彼女、そうなんですか。私はね、ひげが生えてる人が好き。ええ、ヒゲってどっちヒゲですか。こっちもこっちも。あ、こっちもこっちもですか。こっちもこっちもヒゲがない。残念ながら。うちの。あ、二人ともヒゲがないんですね。社則でヒゲ禁止になってるんですよ。はい、あ、じゃあ。残念ながら対象外です。そうですね、対象外ですね。対象外です。すみません。ヒゲが帰った頃にもう一回お会いしたいです。またいつか。じゃあ二人応募で来るかもしれない。すごい伸びてる。その時にちょっとじゃあ。ありがとうございます。すいません、頂戴いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。食ったら、いや、俺、食べるよ。いや、もう、時間なんで。え、なんで時間全然ある。それか、携帯などが合わせてるんだけど。そうですね。練習はね、爆発しておけない。今その弁当が気になって全然集中してない。食べたらいい。大丈夫です。ごちそうさまでした。完食ですか。食いすぎた。はい、はい、あ、はい、お願いします。ちょっとお願いします。お願いします。井出さんです。どうもこんにちは。どうぞ、しております。お久しぶりでございます。もうすごい散らかしちゃってごめんなさい。いやすみません、急になんかこんな釣りジャックが来てしまいまして。釣りジャックさん、いつもお世話になってます。見てますよ。オンマスター。はい。あのね、はい、ルアーのフックを輪ゴムでまとめとくっていうやつ見て、はい、お真似します。あの、小さい輪ゴムがなかなか売ってない、はい、でもね、それっぽいやつしっかり見つけたんで参考にさせていただいております。助かります。見ていただいて。今日はちょっと若い2人がね、スリービジョンさんにお邪魔するっていう形で。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。震えてます。他の紹介があって、ジャクソンのナベリダニさんと北木戸さんです。はい。おい、ナベリダニさん。ナベリダニさん。ベなんですよ。ベなんですよ。ナベリダニさん。ナベリダニさん。北木戸さん。はい。お願いします。全部ですと値段、サイズは大丈夫、サイズは大丈夫なんですけど、値段
ちゃんと発売時だけカンペに起こす。台本通りに。ぜひともお願いします。マジでお願いします。マジ一緒に釣りしたいです。ぜひやりましょう。私も出させてください。ぜひとも。ありがとうございます。投げたい。これ使いたいです。ちょっと使わせてほしい。ありがとうございます。インスタ顔がずっと変わってない。顔がずっと変わってない。で、流れ手さんの方に一番最初にあれあのあ、飛んでるでしょ。余裕ぶっこいてんじゃないの。ここに今カンペがあるんだけど大丈夫ね。最初はここを切ってやる。はい、ってことは何でしたっけ。バカ野郎。はい、バカ野郎。やってみましょう。はい、大丈夫です。命までは取られますから。同じこと言っちゃいました。同じことです。ありがとう。ではお待たせいたしました。よろしくお願いします。お願いします。やってみますね。いや、そうなんです。リハーサルないんです。いきますよ。4、3、2。ここからはギアウェーブです。このコーナーでは釣り具メーカー各社の最新ギアを開発に携わった方々が直々にご紹介、熱く語っていただきます。はい、ギアのスペックや機能など僕たちがウェーブを感じたポイントにはこの札を上げていきますので、どこで出るか注目しておいてください。今週はジャクソンの最新ギアについてナベリダニトールさんと北木戸葵さんにご紹介いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ジャクソン久しぶりの登場でございます。お二人はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご紹介いただけますか。はい、まずですね、こちらメタルトライブシリーズから、ご説明させていただければと思います。はい、メタルトライブ、もちろんそれもショアジギロッドってことですね。はい、はい、どんなロッドなんでしょうか。そうなんですよ、機種がですね、908MH、すいません、もう一度いいですか。どうぞどうぞ、はい、908M、1006MH、また間違えちゃった。どうぞどうぞ。大丈夫です。3種類あるんですよね。そうなんですよ、一回、もう一回言っていいですか。どうぞ。ごめんなさい、振りから行きましょう、うん、振りから行くね。あ、僕が振るんですけど、それで答えてください。はい、はい、はい、じゃあ行きます。井出さん、振ってください。はい、何種類があるんですね。そこからです。回っている。大丈夫です。放送では何事もなかったことみたいな。行きますよ。じゃあ振りまで5秒前。4、3、2。何種類かあるんですよね。あ、そうなんですよ。3機種ございまして、908M、1000MH、1006H の3機種がラインナップされております。1000、丸が1個なかったね。そう、今丸1個足りなかった。もう1回行きましょう、もう1回行きましょう。同じとこから行きます。はい、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 大丈夫です、大丈夫です。はい、そのまま続いていきますからね。その次に、まあ、特徴的なことを、はい、おっしゃっていただいたり、差を持っていただいたりします。はい、行きますよ。じゃあ、井出さんもう1回振ってください。はい、待っている。3、2。何種類かあるんですよね。あ、そうなんですよ。3機種ラインナップされておりまして、908M、1000MH、1006H のですね、3機種がラインナップされております。なるほど。次は何紹介していただけますか。はい、続いてはジグになるんですけれども、こちらですね、メタルエフェクトシリーズというものが発売されます。メタルエフェクトシリーズっていうのはどういうタイプのメタルジグなんですか。はい、まずメタルエフェクトのステイポールというものなんですけれども、はい、こちらが、縦の釣りですね、シャクル釣りに、特化したジグとなっています。ほう。で、
ブレードの方になるんですけれども、ブレードの方は横の釣りですね。横の釣りで、巻き専用の、釣り方の軸となってきます。なるほど。じゃあ縦と横の2タイプを今日ご紹介いただけるということですね。はい、紹介いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。でも後でやるっていうのは、そうですよね、言ってましたよね。ごめん、自分も思い出ないそこは切らねえ、後で言ってるよ。うん、緊張します。魂が離脱してきましたまだ1本目なんでね、今から2本目あるんで、どうぞ中の方でお待ちください。あ、そっち側の人なんですけどこっち側ではないんですか。中の方でお待ちください。はい、初めてにしては全然上出来だと思います。全然喋れてると思います。もうめっちゃ疲れてるよね、顔。いや、これもう大丈夫、日本終わったんじゃないですか今あっても帰る準備するやつじゃないですか。これから営業ありますけど絶対もう元気ないですよ何も持っていないです。営業先でやってることを、確かに確かに。いや、お二方見て、あの人見ると、あの帰ってくるおじさん見ると、ふっとなんか行っちゃうんですよ。意識と。あの人はふって行かないように帰ってくれる。確かにね。あ、そうなんですか。全然大丈夫。あれ見るとでも逆に行っちゃうんですよ。そうあれ見る。見ない。見なくてもいいです。全然見ないでください。でもこうやって揺らされてるんで、なんか気になる、ね。飛んだら書いたよ。大丈夫だよって言ってくれてるだけなんで、別にあのなくていいんだったらあれあの出さないでくれって言ったら多分出さないと思います。あの書かない方が楽です。確かにね。だからあの。もし希望あったら言ってみましょうか。あれ出さなくていいみたいです。でもそうするとこう飛んだ時にあれなんだっけってなるから、うん、逆にやばい。1100。線が言えない。わかる。ごめんなさい。わかるわかる。大丈夫です。これが編集になるとあの結構ちゃんとなってるんで。これも不思議な。いやでもその編集前のやつをツルジャック使われるんですよ。あ、そっか、そうしかちょっと分かんないでしょ。はい、おはようございます。おお、かわいい。2番目のキーワードはどうするのか。あ、ボルテックスジェネレーター VG で。 VG ですか。 VG。ナベリダニトールさんと北木田葵さんにご紹介いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
らっしゃいませ。よろしくお願いします。お願いします。さあ前回はね、これはどういった業種に公開するんですか。ライトゲームだけあって、さまざまな業種に展開しておりまして、バル、カマス、電気、製法、いろんな業種に展開しています。海のいろんな業種使えるってことで、これ僕ブラックバスとかトラウトにも効くかどうか試してみたいですね。ぜひ。いそうだね。続いてはどの商品いきましょうか。はい、続きましてはこちらですね。ボーンメイトサーフっていう、ボーンメイトのサーフカラーが4色出ます。このワームですね。そうです、ボーンベイト。これはどういう釣り物で使うんですか。そうですね、もともと10色ロックフィッシュ用に作られていたんですけれども、まあ、結構ご紹介いただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。確認してその コメントだけもらう。2回目はでもちょっと楽しめた感があったので、ちょっと自分に成長若干感じます。でも飛んじゃったんで、今日から僕の名前は飛びすぎナベリダニエルで。ちょっとおかしなってな。大丈夫。もうテンションがちょっと狂っちゃってます。難しいですね。二人ともちゃんと喋ってましたよ。ちゃんと喋れてたんで大丈夫です。長かったね。まあ今日初日じゃないですか。まあ次の機会もまたあると思うんで、その時は次の課題として笑い入れていきましょう。カジキさんを笑わす形でお願いします。はい、お願いします。お願いします。もうちょっとしたら帰れると思うんで、もうしばらくお待ちください。はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。